コリンジャーズデビューのお話をちょっと本当に僕もすごい聞きたくて、あ、文章さんがじゃあ自分に、もう前半はもう頭真っ白で何にもできないのね。監督がお前前半何にもしてないじゃないかそうなんて言われますか。なんか草坂やってるっていう気分だったのね。セルジオさんのデビューのお話、いやコリンジャーズデビューのお話をちょっと本当に僕もすごい聞きたくて、あ、文章さんがじゃあ自分に、いや僕もクラブワールドカップの時にコリンチャンスが出場した時に現地に取材行って、まあ、いろんなサポーターの人とかね、はい、やるけどやっぱりセルジオさんの名前が出てくるわけですよ、それで、ミュージアムが、ね、はい、今、はい、あって隣にそこも見に行ったんですけど、そこにやっぱりこう、ね、セルジオエチコっていう名前があった時ね、いやなんかやっぱり日本人として嬉しくて、よく聞いて生まれてないんだからその時、いやいや本当ですよそうなんですよ、いやだから本当これいろんな説があるんです。18歳とかってね、コリンチャンスとって言うけど17歳っていう説もありますし、そうですね、これ本当は どうなんですか。まあ、実は僕はプロになったっていうのは17から18になる前に、なぜかっていうのは東京オリンピック候補に選ばれたのね、はいはいはい、チームの会長とCBF サッカー協会のあれがちょっと対立して喧嘩して、うん、してうちからもう一人センターバックもいたのね、うん、で2人も出さないって言ったのね、うん、で僕お願いに行ったのね、会長の、うん、親の国だから、うん、その意味も含めて行かせてくださいとか、いや行かない代わりにプロにしてあげるよって、で僕らユースから上がって、僕とリベリーノとあとセンターバック2人が上がったのね、うん、はあそうか、プロのあの雰囲気、スタンド の生きてるっていうスタンドってね、うんうん、もうみんな黙って座ってないんだからさ、うん、物は投げるしね、はい、だから恐ろしいのね、あれがさ、うんうんうん、でウイングだから当時こう地方に行ったらこう結構西ヶ丘みたいにちっちゃなグラウンドでこうフェンスがあるじゃない、はい、もうそこにいるのね、敵のもうなんか動物園に行ってライオンがに襲われるみたいな感じでね、もうちょっと中に入ってプレイしたら監督が外へ出ろって言ったらね、もうフェンスの近く行きたくないっていうね。僕のデビューはバイヤー戦でもう暑くてしょうがない日、もう北の方で暑くてね、うん、先発させてくれて、うん、もう前半はもう頭真っ白で何にもできないのね、うん、前半終わったらみんながトンネルみたいに入ってきて、僕だけを待ってるのね、監督の入り口でね、うん、僕に肩を組んでさ、うん、してこうやって階段降りてきて、で階段降りたところでセルジョ君後半もお願いできますって言ったら、いや大丈夫です監督さん、もう全然疲れてね大丈夫ですよって言ったらね、うん、そりゃそうだよな、お前前半何もしてないじゃないかそうなんて言われますかして、それだけの指示が向かってきてね、はい、目覚めたのね、はい、後半出たらもう活躍してアシストになったり、うん、チームが勝ったのね、はい、どうしたら今度また監督が入り口で待ってるね、はい、そしたらこうやって俺威張って帰ってきて、はい、して監督がまた肩を組んでくれたら今度褒めてくれるだろうって、誠者君後半良かったけどお前サッカー人生で45分損したよねってそうなんですね、そういう良かったの、だからああいうこうメンタル面をつつくっていう、うん、怒るよりこうこの野郎畜生にさせるっていう監督に出会って、はい、そこでデビューしたのね、うん、あとはねもう天国と地獄ね、うん、勝った日はねもう疲れてても外出たいのね、商店街行きたいの、行ったらもうクリンさん人気あるからもうちょっとこいちょっとこいシャツはもらえるしこれはもらえるしね、負けたら家から出ない方がいいんですよ、
新聞配達の人からもういきなりね、昨日は失敗したなってこうすぐ言われるの、うん、もう風当たり強いしね、だからすごいんですよ、うん、僕はね。だからそういうバロメーターのところで、サッカー始めて、うん、国立競技場で10月、天気良くてね、三菱戦、うん、ね、2万人ぐらい入ったの。それはもう元プロとかわーってもうあれが煽ってね、結構来たのね。そしたらうちのチームの関係者もびっくりしてね、すごい喜んでね、2万人入った、2万人入ったっていうの。そして僕はそこに座ってたのね。たらマネージャーが急いできて、早く早くセレジオ、あの着替えなくちゃ着替えなくちゃってね、試合始まるよってね、で、まだ客来てねえじゃんって言われて2万人入ってるけどまだそんなあの切羽った時間じゃないんだろうと思ってね。そういうのが最初ね、向こう2万人ですごいとかね、あのそういうのあったんですけども、あと一番驚いたのは一つもブーイングがないのね。うわーっていう声があるけども、うん、あの味方と敵って分かんないの、うん、だから悪い時にその刺激がないのね、あのブーイングとかさ、うん、あれブーイングされたらこの野郎畜生ってなるのよね、選手っていうのさ、うん、やっつけようってこうなるけど、ああいう刺激がなくて、うん、なんか草サッカーやってるっていう気分だったのね、あのブラジルの草サッカーをね、ただエンジョイしてやるっていう、そういうのこう本当のサッカーの駆け引きとか激しさとかね、うん、あのそういうのがなかったなっていうね。だから日本はね、日本リーグ時代でね、あとはねもう僕も学生の頃見に行ったことあるんですよ、うん、住友の時にジーコさんがね、ジーコね来た時に、そう学生の時に行ったんですよ。で多分すごい観客がいるんだろうなと思ったら数えられるほどしかいないですねいやだってあの試合の日に、はい、あの住友の工場があの、はい、仕事してたらみんな行けないもん。あそうですよね確かにそうなんですよね。ブラジル人だから西が丘であのサッカーやるときにリードしたらもう何回もあの外に蹴るんですか、あの屋外にあのホームランをスタンドの奥まで、ね、1回レフェリーに注意されたら俺ルールにはそれないよって。そうですね、うん、だから俺結構間違っただけでクリアしただからってね。で出たらねそれを拾いに行って、でアディショナルタイムも何もないのね、もう何分もあの稼いだのねそれでね、うん、ボールは1個しかない、うんうんうん、マルティボールじゃないのね、うんうんうん、だから昔映像見たことあります、ね、日本人はね真面目でそれやらないの、その駆け引き、あの勝ってても外に蹴らないの、うんうん、多分あのボールいっぱい出して試合やるんだったら俺も責任があるなっていうそうですよね、そういうことをしてるからマルティボールになったんですよそういう歴史がありますね。これ瀬尻さんもう一つだけ、ね、聞きたいんですけど、これ1972年に来日したじゃないですか、はい、言葉って、うん、当時、まあ、ブラジルにいた頃はもちろんポルトガル語だったと思いますけど、はい、日本語ってどうしたんですかこれ。いや当時通訳なんてだっていないですよね。いやあの坂の素晴らしさのね、おーって言えばなんとかなるみんなおーだったおいおいって言ったらね、みんな振り向くのよ、こっちにさ、喋れない方が慣れるまで良かったっていうのは、うん、黙っていられない社会で僕は生まれたから、うんうんうん、監督コーチのことを黙って聞かなかったかもしれないな、うん、そうか、喋れたらね、全然ナンセンスなこと言ってるの、うん、こぼれ玉拾えってね、こぼれ玉ってどこに拾うのだからうちのセンターバックはねヘディングばっかりやってるのよパスしようとしないのよそれを拾えってね日本って基本を作りたがるし、多分それを勉強しようと思うから、だから僕たち小さい頃あのやっぱ本見てたんですよ、はい、
ね、サッカーの基本とかってヘディングはここで両手をこう広げてとかね、蹴るときはボールの横でそう遠くなりすぎないとか、なんかいろんなのを見てきて、で僕ね衝撃的だったのがセルジオさんのね、あの僕北海道の室蘭出身で、その時にねセルジオサッカー教室があったんですよ。でその時に参加させてもらって、でやったらね誰かが質問でね、ボールねどういうふうにこうやって蹴ったらあそこ飛ぶんですかって話をしたら、いやセルジオさんは俺すっごく衝撃的なのを覚えてるんだよ、どんな感じでもいいんだよって、あそこにポンって蹴れば飛ぶんだよと、それを考えろって言われたのをすごく覚えてて、それが多分工夫だし自分の、ね、感覚だったりとかってあるから、だからそれをすごくね俺そうあの時小学校ね5年生ぐらいかな、そう、それ衝撃受けて、ああそうなんだって、だからこんな本なんてね見てる場合じゃねえなってそう思って、僕はね自分でこう練習したんですよ、つま先で蹴ったらどこ行くのかなとか、こっち内側で蹴ったらどういうボール行くのかなっていうのをこうやりながらね勉強したっていうのはすごく、教える学ぶという社会だから、うん、基本充実に基本というか、僕言ったら基本って何って言ったの、うん、あの一番曲がるキックはミスキックだよっていうの皆さんこんにちは、セルジオ越後です。どうも、長見博士です、よろしくお願いします。お願いします。日本の J リーグに大きな貢献を、ね、してくれ、優れた技術を持ってましたよ ね、 これね、もう止められないタイムはこうゲームが動きそうな瞬間ですよ。Vamos registrar o meu canal.